はい、どうもみなさん、こんにちは。キャンテチャンネルです。ということで、金沢旅行のね、2日目を上げていくということでね、1日目のね、大体の流れを説明していきたいので、よろしくお願いします。大宮駅に来ています。これから輝き号に乗って金沢に向かいたいと思います。ということで、んやかんのやで金沢駅に到着、これから森森寿司に向かっていきたいと思います。整理券を取って素早く鼓門にやってきました。 鈴見温の奥には噴水がありまして、これが時計になっているようです。今度は地下に行きたいと思います。金沢駅の地下は何もない空間が広がっています。これが北鉄金沢駅です。というわけで金沢駅の駅裏、ゆうたろが出迎えてくれました。駅裏にはホテルや銀行があって、県六園口よりは小さいですが、バスターミナルなどもあります。昼は寿司屋に行きました。惜しかったです。もり寿司さんぜひ行ってみてください。 金沢旅行とか行って申し訳ないですけど、サンダーバードである場所へ向かいます。ということで、ある場所へ向かえて、金沢駅を出発しました。というわけで、北陸ロマンが流れまして、そろそろその駅に到着いたします。もうこれで分かった人がいるんじゃないかなって思いますけど、私はこの駅に来ております。福井に来ております。これが恐竜ですね。というわけで、路面電車で福井の観楽街片町に向かいます。 というわけで、福井の歓楽街の周り、人愛女子高校の駅前に来ております。ミニ館長街みたいのがありますね。片町へ入っていきたいと思います。結構、テナントがいっぱい入ってるっていう感覚を覚えましたね。一本入ってもテナントがこんなにあります。結構すごいですね、福井。人の量はあんまり多くないですけど。カフェに立ち寄り、福井の駅裏です。ここから一線鉄道に乗っていきます。 この越前鉄道、福井口までは距離が短いようです。田原町到着、こっから路面で福井に帰りました。東日本にはない八番ラーメンを食べて福井を去ります。場所が変わってここは西金沢です。今度は北陸鉄道の新西金沢駅、こっから野町まで行きます。野町に到着、車両とホームの長さがぴったりすぎる。野町駅のバス停留所は昭和を感じさせるものがあります。 1>, 1キロほど歩いて東京ホテルにチェックイン。ここは高林坊です。金沢の繁華街片町には実は野町駅が一番近いってことをみんな意,意外と知らないんじゃないでしょうか。結構福井と違って金沢はいっぱい人が歩いてますね。福井の夜は行ってませんけど。というわけで夕食はあんやトさんにやってまいりました。結構美味しかったので、ぜひ金沢旅行の際には行ってみたらいいかなって思います。 本当に金沢はいっぱい人が歩いていましてね。結構いろんなところに人が歩いてるっていう感覚がね、ありますね。ここは中心交差点の片町交差点です。というわけで1日目の過程は終了となります。2日目の動画もね、随時上げていこうと思いますので、ご視聴ください。お願いいたします。ということで最後まで見てくださった方、ありがとうございます。 あと、先日、チャンネル登録者数200人突破させていただきました。チャンネル登録していただいた方も、いつも見てくださる方もありがとうございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価お願いします。ということで、さようなら。2日目もどんどん動画上げていきます。